蓮舫氏に巨大ブーメラン、身内に議員辞職迫れるか、梅谷守る立憲民主党が有権者に日本酒、公職選挙法に抵触か、蓮舫氏過去に内輪配布の松下みどり元法相に辞任要求、今日のポスト。こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。いや、国会で厳しく森山文部科学大臣を追及していた梅谷守立憲民主党議員ですが、公職選挙法違反の疑いです。そしてタイトルやサムネイルにも触れましたが、蓮舫さん、同じく立憲民主党ブーメランの女王ですが、この件については後半に触れます。ではまずこちらのポストをご覧ください。蓮舫氏、過去に内輪配布の松島みどり元法相に辞任要求、立民梅谷守氏が有権者に日本酒、公選法では政治家が選挙区内の人に金品を贈ることを禁じている。例えばお中元やお歳暮、入学卒業祝い、葬儀の花輪などで有権者が求めたとしても違反になる。梅谷守立憲民主党衆議院予算委員会2024年2月15日で厳しく森山文部科学大臣を追及し辞任を求めていましたが、今回の日本酒の案件は明らかに公選法違反、公民権停止の案件です。では早速産経からご紹介していきましょう。立民の梅谷守氏、有権者に日本酒配布、公選法に抵触か、会合の対価として提供。衆院新潟6区選出で立憲民主党の梅谷守衆院議員が自身の選挙区内で有権者に日本酒を配っていたことが20日事務所への取材で分かった。有権者への金品提供を禁じる公選法に抵触する恐れがある。梅谷氏の事務所は同日、共同通信の質問状に会合の対価として提供したと回答し、日本酒を配ったことを認めた。今後は疑義を生じさせかねない物品などの提供は差し控えるとコメント。詳細な経緯は明らかにしなかった。そしてもう一本、国会には関係ない立民安住氏、梅谷守氏の公選法抵触疑惑に国会で森山氏に辞任要求。立憲民主党の安住淳国対委員長は20日、同党の梅谷守衆院議員新潟6区が自身の選挙区内で有権者に日本酒を配り公職選挙法に抵触する疑惑が浮上していることについて、地元で対応している話なので国会には関係ないと述べるにとどめた。梅谷氏は15日の衆院予算委員会で森山正仁文部科学省に対し、世界平和統一家庭連合旧統一教会の関連団体が任命する平和大使に在任中だとの指摘を延々繰り返した。また梅谷氏は森山氏の出身校である名門灘中高、神戸市東灘区の校是を提唱した講道館柔道の創始者を挙げて、加納治五郎先生に恥ずかしくないのか、灘校の後輩があなたの背中を見ている、政治家として潔さを示すべきだと森山氏に辞任を要求していた。いかがですか。ひどすぎる質疑に批判殺到、全てが憶測と週刊誌ネタ、梅谷守立憲民主党衆議院予算委員会2024年2月15日として当チャンネルでも取り上げましたが、まあひどかったです。週刊誌ネタと憶測。記事にもありましたように、灘中高、神戸市東灘区の講座を提唱した講道館柔道の創始者を挙げて、加納治五郎先生に恥ずかしくないのか、灘校の後輩があなたの背中を見ている、政治家として潔さを示すべきだと、そこまで言うかと思える質疑でした。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。そして森山大臣といえば、不信任決議案が出されましたが衆院本会議で否決されています。立憲民主党は不信任決議案まで出したのですから、当然自身がやったことに対しての始末はつけるべきだと思います。あの立民のちびっこギャングは地元で対応している話なので国会には関係ない。いやいや、地元であろうがなかろうが立憲民主党の議員はぐらかすなっていうの。この男は自身や身内のやったことにはしらばっくれて、立民以外のことになると形相を変える。だからダブルスタンダードと呼ばれるわけです。ダブサといえば今のマスゴミも同類。また脱線しそうになりましたが話を元に戻します。じゃあ次です。
お待たせしました。本家本元ダブスターブーメランの女王蓮舫さんです。蓮舫氏、過去に内輪配布の松島みどり元法相に辞任要求、立民梅谷守氏が有権者に日本酒、過去には公鉄公民権停止、公選法では政治家が選挙区内の人に金品を送ることを禁じている、例えばお中元やお歳暮、入学、卒業祝い、葬儀の花輪などで有権者が求めたとしても違反になる、違反すると罰金や公民権停止となり選挙への立候補や投票ができなくなる。選考が火種になったのは自民党の小野寺悦則衆院議員宮城6区だ。平成11年、指名入りの選考を選挙区で配ったとして書類送検され、翌年に議員を辞職した。小野寺氏はその後、罰金と公民権停止3年の略式命令を受けた。閣僚では選挙区内で似顔絵入り内輪を配布したとして、平成26年、当時法相だった自民党の松島みどり衆院議員、東京14区が更迭される事態に追い込まれた。内輪は地元の祭りで配ったもので、働きます、日本のため、下町のためなどと書かれていた。松島氏は議員の活動報告を印刷した配布物などと主張したが、当時民主党だった蓮舫参院議員が参院予算委員会で、公選法で政治家は選挙区内で有権者に寄付できず違法だなどとして辞任を要求、最終的に当時の安倍晋三元首相が松島氏を更迭した。一方、自民党の茂木敏充幹事長は経済再生担当省だった平成30年、秘書が地元の有権者に選考などを配っていたことを認めた。一方で、配布は秘書が政党支部の活動として行っていて違法ではないという認識を示し、辞任などにはつながらなかった。香典は自らの持参なら OK、 代理はダメ。香典という特別な事例もある。菅原一秀元経済産業省は令和元年10月、秘書が地元有権者に香典を出すなどした疑いがあることが一部週刊誌で報じられた。香典は政治家自身が弔問して持参する場合を除き、公選法で禁止されている。他にもメロンやリンゴ、カニなどを配ったとの報道もあり、立憲民主党などが追及した。菅原氏は前月に経産省に就いたばかりだったが閣僚を辞任、最終的に議員辞職もした。東京地検特捜部が略式起訴し、東京簡裁から罰金40万円、公民権停止3年の略式命令を受けた。いかがですか。今回の梅谷守氏の件は当然辞職に値する案件ですが、蓮舫氏はじめ立憲民主党の執行部はどうされるのでしょう。まあ自浄作用のない立憲民主党ですし、身内に甘く他党に厳しいダブスタ政党、対処の仕方が見ものですが、さて今回の梅谷守議員の件、ご視聴いただいています皆さんはいかが思われますでしょうか。たとえ複数先に酒を配ろうが、内輪だろうが、香典だろうが、ここはルールを守らなければ大変なことになります。ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。そしてチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。